はいはい、皆様こんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。というわけでですね、本日こちらですね、フェンダーからですよ、フェンダーとブルガリのですね、もう奇跡のコラボレーションですよそんな書いてないですけどね、奇跡のコラボレーションなんて書いてないんですけれども、奇跡のコラボレーションがですね実現するということでですね、ブルガリのアルミニウム GMT フェンダーリミテッドエディションということでですね、ねえ、これもうね、結構もう世間を賑わせてるんじゃないですか。どうでしょう、私の中ではかなり賑わってるんですよ。っていうのもですね、まあね、先にどうしよう、先にじゃあちょっとお値段の方がですね、なんとこれね、74万8000円、あれ前なんか60何万やった気したんですけどね、あれそれ時計がそうやったんかな、時計でしたっけ、ちょっと待ってくださいね。まあでも74万、あ、これちょっと違うな、こうか、ここですね、ですね、74万8000円でですね、2025年の夏以降ですね、お届けということなんですけれども、どうでしょう、意外とそこまで思ったほどじゃないですかね。あれ時計の方が65万でしたっけ、ちょっと待ってください、値段がねどっか載ってたんですよね、なんか下調べしてた時と、ちょっと見てるページがですね、あの違うんですよなんかね、いろんなページがこう取り上げ出して、あ、じゃあこっちの方が見やすいんじゃねみたいな感じでですね、見ていたもんだからね、本当にこれか、違うな、ここに値段が載ってないんですね、検索するか、はい、こちらですね、すべてのクッキーを受け入れるということでですね、66万円ですね、時計の方が66万円でですね、なんとですよ、もうカスタムショップですね、あ、そうですよね、これカスタムショップのですね、リミテッドエディション限定のですね、ストラトキャスターが75万円ですね。結構思ったより安いなって思ったんですよ。私的にはもう100、200いくかなって思ってたんですけれども、どうやらですね、そこまで高くならずででして、まあそれがですね、いい点じゃないですか?それが一ついい点じゃないですか?でですね、ちょっと読んでいきましょうか。これね、ブルガリとフェンダーのコラボレーション、ブルガリーアルミニウム GMT フェンダーリミテッドエディション&フェンダーカスタムショップリミテッドエディション、ブルガリーストラトキャスターということでですね、フェンダーにおいて最高峰のフェンダーにおいて最高峰のギターを生み出すフェンダーカスタムショップと、スイスのラグジュアリー時計メーカーのですね、ブルガリーはフェンダーのアイコニックなギターストラトキャスター誕生70周年を記念して、限定ウォッチブルガリーアルミニウム GMT フェンダーリミテッドエディションと、カスタムショップ製のエレクトリックギターフェンダーカスタムショップリミテッドエディションブルガリストラトキャスターが登場ということでですね、まあ見た目これですね、いいじゃないですか。でもいいんですけど、いやいやそんなことない、別にいいんですよ、別にいいんですけれどもね、これね、こうパッパッパーって見て、これね、あのなんかこのヘッドのところにもちょっとブルガリとか欲しかったことないですか、どうせ買うなら。まあでもね、どうなんでしょうね、そんなブルガリ感出すまでもないのかな、どうなんでしょう。まあこれね、言うてもですね、多分これが違うだけなんですよ、このねブルガリのジョイントプレートっていうんですか、ブルガリって入ってんすよ、ここに。それだけじゃないですかね。あとはもうただのフェンダーというかね。だからこれさえ手に入れちゃえば、あなたのギターもブルガリになるわけなんですよいや、ならへんかならないかもしれないですけれどもね、まあそれに近いものにですねなるじゃないですか。ならへんか、ならへんかもしれないですね、ならへんかもしれないですけれども、なんかね、私だってこれ見た時に、このプレートだけどうやろう、このプレートだけの値段で考えたら、このプレートだけで考えたら2万ぐらいいや2万だとちょっと安いかでもギターが75万なんでね、ギター75万ってなんかそんな高くないなって思ったんですよ。でですね、ブルガリはですね、卓越した時計作りでイタリアンスタイルのエッセンスを表現したトップクラスのアイテムを提供しますと、一方世界有数のギターメーカーであるフェンダーは、フェンダーカスタムショップが生み出す最高峰の楽器を通してクラフトマンシップと革新性を追求しています。今回この2つの象徴的なブランドが細部へのこだわりと正確さを誇る独自の、作品を生み出す情熱を共有し、文化的アイコニックとも言えるタイムレスなデザインを取り入れ、時計とギターでストラトキャスター誕生70周年を共に祝いますと、世代を超えて愛されるこれからの特別な、アイテムを通して人々のインスピレーションとつながりを届けますということでですね、これね、インスピレーションとつながりを届けてくれるらしいです。でですね、今回ブルガリからは限定ウォッチ、ブルガリアルミニウム GMT フェンダーリミテッドエディション、フェンダーカスタムショップからはですね、ヴィンテージギターコレクターたちのために制作された、ヴィンテージギターコレクターたちのために制作されたものらしいですね。じゃあヴィンテージ仕様なのかな、フェンダーカスタムショップリミテッドエディションブルガリストラトキャスターが発売されますと。これでも買えないんじゃないですかね、なんかっていうか、あ、今なんかいろいろ思い出してきたわ。
なんか昔からこういうのあったけれども、あとナイキとかもあるじゃないですか。いや突然、本当突然なんですけれどもね、以前ですね、私、まあ銀座の、ちょっと高級な和食屋さんでですね働いておりまして、働いて、まあ食器洗いをさせていただいていたことがございましてですね、まあその時に聞いた情報なんですけれども、ナイキのですね一時出たじゃないですか、自動で紐が閉まるやつ知ってます？バックトゥザフューチャーの何周年か記念とナイキコラボで自動が閉まる紐が自動で閉まる靴を作りましたみたいなやつでですね、あったんですけれども、あれ一般販売はされずで、でもですねお客さんで手に入れた人がいて、どうやって手に入れたんですかとか言ったらですね、まあその株主だったんですよ、結構なナイキさんのですね、ナイキの株主のだったので、まあなんかそっからの捨てでみたいな感じであってですね、でフェンダーとかも全然知らんけどこんなギター出とったんやみたいなとかたまにあるじゃないですか。でそれ一つがまあね、ブルガリもそうなるかと思ってたんですよ、私このニュースが出た時にブルガリもそうなるのかなと思ったら普通に販売されるようですね。でもどうなんでしょうね、これ結構買えるのかな、買えなそうやな、買えなそうですね、買えへんのやろな、どうなんでしょうね、結構人気出そうなんでですね、呼んでいきますよ。 FMIC 製品開発最高責任者ジャスティン・ノーベルは、フェンダーのストラトキャスターは過去70年にわたり進歩と音の追求の、最前線に立ち続けており、この記念すべき年を祝うためにそれぞれの分野で同様の豊かな歴史を持つブランドと提供したいと考えましたということでですね、と語っています。続けて、このような思いからブルガリとのコラボレーションを発表できることは大変誇りに思います。時計もストラトキャスターも共に素晴らしい仕上がりになっておりちょっと噛みすぎたあのですね、いや、ちょ、言い訳すんのなんか、そんなね、言い訳なんか皆さん見たいわけじゃないと思うんですけれども、あのね、あれなんですよ。この、自分が映るところに座りながら読むっていうのはですね、まあ、それ自分のポジション考えるって話なんですけれどもね、これもうちょい拡大したいな、画面。ね、画面拡大したら全然見えない。あ、こうしよう。こうや。ね、こうしたらいいや。でも、この写真と照らし合わせながら見ていきたいんですよ。こことね、この右にあるじゃないですか、これ。と、照らし合わせながらちょっと見ていきたいのでね、ちょっとそういうわけにはいかないんですよね。まあねそれだけなんですけれどもどこまで読んだっけな、ですね、発表できることは大変誇りに思いますと、時計もストラトキャスターも共に素晴らしい仕上がりになっており、両ブランドのファンにご満足いただける作品になっていますと述べていますと、ブルガリグループ CEO ジャパンクリフトフ・ババンは、時計と音楽の愛好家である私たちは、美学を超越したデザイン、デザイン、そして革新を称える、コラボレーションを実現するためにフェンダーとタッグを組むのは、必然的なことだったと言えるでしょう。このコラボレーションは2つの象徴的なレガシーの融合です。ブルガリアルミニウム GMT×っていうんかな、フェンダーリミテッドエディションは精巧にチューニングされたギターのような、精密機器です。精巧にチューニングされたギター、いや、ていうか多分ギターの方が正確じゃないですね。精巧にチューニングされてないですからね、ギターね、あんな不安定な楽器、不安定だからいいんですけどね。ミュージシャンや旅行家のダイナミックなライフスタイルにを反映し、タイムゾーンを超えて時間を追跡できる高度な GMT 機能を備えています。ちょっと分かんないですね、何言ってんのか。まあその GM なあるんでしょうね、その GMT っていうなんかが。 GMT って何なんでしょうね、ちょっと調べてみましょうか。いや、調べたところで分かるんかな。グリーンウィッチミーンタイム、標準時間のことかもしれないですね。標準時間を正確にやってくれるってことなのかな。で、タイムゾーンを超えて時間を追跡できる、これですね、これが標準時間を多分ですね、なんかいい感じに高度な感じらしいですいや、ちょっと言葉が出てこないんですけれども、まあね、そのいい感じにやってくれるらしいです。でですね、アルミニウムとチタンケースに収められたこのモデルは、時間とのハーモニーに満ちた旅を象徴していますとコメントしています。で、まあでもブルガリのこの時計の方はまあいっか、アイコニックなね、なんかアイコニック多いな、本当に世の中アイコニックなもの多すぎでしょ。ですね、伝説的なストラトキャスターをオマージュし、アイコニックな楽器のオリジナルカラーを採用していますと、このブルガリのですね、これ読み忘れましたけれども、ブルガリアルミニウム GMT フェンダーリミテッドエディションは、伝説的なストラトキャスターをオマージュし、アイコニックな楽器のオリジナルカラーを採用しています。世界1200本限定で発売される本モデルは世界1200本限定らしいですね、こっちは。で、ストラトキャスターの方はなんと70本限定ですね、世界で70本限定と。
70周年にちなんでですね、でこっちは何で1200本なのか分かんないですけれども、まあ結構発売してくれるということでですね、まあでもいいっすよね、いいなって。これね、あの過去のフェンダーコラボのいろんなものと比べて変にストラトキャスター感を出してないっていうところがですね、私結構好感持てるかなと思いまして、結構いいなと思いました、デザイン。あとブラウン系っていうのがいいっすよね、なんかこう秋とかね、あとなんていうんですか、まあオータムシーズン SA ですね、 SA サマーちょっとSA ですね。なんかこうね、ちょっとね、服屋さんとか行った後に話すじゃないですか、服屋さんの店員とかと。ああ、でもこれなんか結構 SS なんかも行けたりするので、とか、その SS が何か分かんなかったりするじゃないですか。スプリング、サマーとかなんですけれどもね。で、なんかそういうのもちょっと覚えてきたんで、最近ね、ちょっとこじゃれてはないんですけれども、なんかね、やっぱ服屋さんとか行くと楽しいなっていう。ただそれだけです。でですね、フェンダーのシグネチャーラッカーフィニッシュにちなんだ、サンバーストとクリーミーなホワイトで仕上がっています、と。ブラウンの、ラバーベゼル、セカンドタイムゾーン、夜間はダークブラウン、昼間はクリーミーホワイト。え、どういうこと？夜間は、あ、そういうことね、半分で仕切られててってことか。そして、ギターのフレットを彷彿させる路地埋め機と磨いたインデックスと針が、ブルガリアルミニウム GMT を伝説のストラトキャスターにマッチさせます。スイス製の機械式キャリバーは世界中の、時間を刻み、デザインの一新されたベルクロトラップストラップはあらゆるシーンで完璧なフィット感を実現します、と。DLC コーティングを施したチタン製ケースバッグに刻まれたフェンダーの印字が世界中を結びつける音楽の力を強調します、ということで。長いですね、ちょっとこれね、長いな。まあでもあと2つだけ読むの早いな、そう考えたら早いですね。でですね、世界70本限定で販売されるギター、フェンダーカスタムショップリミテッドエディションブルガリストラトキャスターはですね、ブルガリアルミニウム GMT フェンダーリミテッドエディションの独創性でありながらノスタルジックなデザインアプローチを巧みに取り入れ、ストラトキャスターの70周年をたたえたモデルです。50年代半ばのフェンダー製品の象徴的な仕様ともいえる、ワイドフェイドチョコレート2カラーサンバースト、ラッカーフィニッシュから、フラットラミネートローズウッド指板を備えたクォーターソーンメイプルネックまで、このギターは最も人気が高いストラトキャスター黄金時代の特徴を際立たせています。ダイレクトマウントされたカスタムショップ、ハンドワウンド、54ストラトピックアップとユニークな形状のワンプライパーチメントピックガードは、ブルガリのコラボレーションウォッチのエッセンスを反映した現代的なデザインとなっており、時代を超越したルックスとフィーリングを持つ爽やかで美しい、美学を感じさせます、と。文字聞きやすく思う、ちょっとね、なんかこうだるい感じで読んでたらあれですね。その他 NOS ニューオールドストックカラーフィニッシュオフセンターシームの、2ピースセレクトハッシュボディ00754ソフト V シェイプネック21本のミディアムヴィンテージフレットを配した、7.25 から9.5インチ 184mm から、大体ですね、大体じゃないですけども241mm ヴィンテージコンパウンドラジアス指板、モダンストラトキャスターワイヤリング 5way ピックアップスイッチカスタムショップ製ヴィンテージシングロナイズドトレモロ、ヴィンテージスタイルチューニングマシンボーンナットウィングストリングスツリー、カスタムインコク入り、ブルガリネックプレートなど、これだけっすね。これ以外は全部もう普通のストラトキャスターじゃないですか、なんかそんな感じですよね、などのプレミアムな仕様を備えています。デラックスハードシェルケースストラップ正規製品認定書が、付属します、と。その他 NOS ニューオールドストックラッカーフィニッシュオフセンターシームの2ピースセレクターハッシュボディ、さっきも読んだやつやんけ、さっき同じとこ2つあるやんけ、ここ同じとこ2つあるやんけ。あとですね、あ、そう、これこの前ご指摘いただいたんですけれども、なんでそんな自分でヘラヘラ笑うのってあったんですけれど、私ですね、真顔でボケるタイプだったんですよ、もともと。普通に真顔でボケてて、でもそれをもともとやってたんですよ、 YouTube で。でも真顔でボケると笑うところが分かんないんですよね、これ本当に不思議なことに。で自分で笑うようにしたかなって感じです。会話だったらお互いボケとツッコミがいて、成り立つじゃないですか。でも一人でやっているとここで笑うっていうところで自分が笑わないとへーみたいな感じになっちゃうんですよね。なんでですね、そういうご指摘いただいたので、一応ですね、そういう感じでやらせてもらってますっていうのでですね、話させていただきました、ここでですね。でですね、限定ウォッチブルガリアルミニウム GMT フェンダーリミテッドエディションは、でもいっか
そうですね、あの関西方面だと真顔でボケても通じるんですよ。それがボケって、東京ってねマジでそういうの通じないんですよね。だから東京で真顔でボケるとこの人怒ってんのかなって思われるんでですね、皆さん注意した方がいいですよ。あとですね、とあの関西方面でボケて面白いやろうと思ってボケてもそれが鬱陶しいだけの方がですね東京って多いんですよ。なんでですね、皆さんもねあの頭に入れておいた方がいいかもしれないですね。このことは140セットの数量限定でブルガリーの、公式サイトにて8月30日金曜日よりでですね、東京はですね東京はですね別に笑いを求めてないんですよ。例えば何でしょうね、そこまで行きたい道でそこまで行きたいとして、普通にそこまで行きたいのにまっすぐ行く、言い方間違えたわ。例えばなんですけれども、これね絶対多分関西人やらないと思うんですけれども、昨日面白いことあってさっていう話し出しで始めるんですよ、東京の人ってですね。それだってあのあっちの方じゃありえないじゃないですか。それめちゃめちゃハードル上がってんのにどうやって話すんやと思ったら普通に話すだけなんですよ。ただ東京の人は昨日面白いことがあったから聞いてほしいっていうのを聞いてほしいんですよ。でも関西人っていうのはそれによっておいおいどんな面白いこと話してくれるんやこれからみたいなねそういうことになっちゃうじゃないですか。だからですねそれも結構 YouTube に反映されてるなって思いました。なんで私はですね、ここはもうやっぱりね、標準である東京の方を推奨して、YouTube の方をですね、やらせていただいております。でですね、どこまで行って、ここからですね、より、金曜よりですね、先行は販売を開始します。セットにはですね、時計本体に加えてアイコニックなギターにインスパイアされた特注ケース、ストラトキャスターの70年の歴史に、をたどる冊子が含まれています、と。一方、カスタム、フェンダーカスタムショップリミテッドエディション、ブルガリストラトキャスターは、世界70本限定で、フェンダーフラッグシップ東京、および、正規取扱店、フェンダーカスタムショップショーケースディーラーにて、8月29日木曜よりですね、もう始まっているというか、もうね、何日か過ぎていますけれども、より受注を開始しますということでですね、どうなんでしょう、これ。ねえ、70本限定、だから結構少ないっすよね。松本さんモデルだったらもう買えないっすよ。松本さんモデルならね。でもブルガリなら、まあ、そのギター弾いてる方がブルガリ好きとは限らないですからね。はい、ということでですね、本日こちらですね、ブルガリとのコラボレーションのストラトキャスターについて話させていただきましたということでですね、私的には非常にこれよろしいかなと思ってですね、まあ正直、ちょっと自分の家にあるギター、ね、あの眠っているギターを手放して、これ買おうかなとも思ったんですけれども、まあ3シングルですからね、3シングルっていうものをですね私はそもそもあんまり使わないんですよ。この前もですね、まあそのうち多分発表されるかと思うんですけど、シティポップ系のギターを弾いてほしいという依頼でですね、を受けましてギターを弾いたんですけれどもね、ストラトキャスター使わずでしたね。結局この後ろには映ってなかったら、ちょっと申し訳、映ってますね、黒い方のギターを使ってですねレコーディングいたして、レコーディングして今終わって撮ってるところなんですけれども、なんでですねちょっと3シングルの使い道が分かんないんですよね。いやでも95年のビーズも好きなんですよ。94年か95年ですね、スピリットブルースの時のビーズも好きなので、それ以外の使い道がですねないっすね、ストラトキャスターって。私のイメージの中でですね、うん、そうやな、それぐらいかな。だからまあぶっちゃけ今のフェンダージャパンでこと足りてるっちゃ足りてるので、でもこのねジョイントプレートがいいっすよね。これだけ欲しいっす、という感じでございました。というわけでですね、本日の動画がよろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。というわけでですね、ちょいちょいですねその質問いただいてる質問をですね間々で思い出して散りばめさせていただいたんですけれどもね、なんかこんな感じでですね今後もですねいただいた質問についてですね答えていけたらと思います。覚えていたらですね、ではまあ極力ですね答えさせていただきたいんですよ。というわけでありがとうございました。